ミスっても一丁ぐらいいっちゃうじゃないですか。お前がゴムゴムなら俺はゴシゴシだと思って、いやみんな嫌なことやって働いてるんだよって言いながら、うん、それで人生終わらせるめちゃめちゃやばいと思うんですよ。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!言える話かどうかわかんないですけど、アメリカとのコラボの話とかはもう発表されてるんですか？ 24K ゴールデンがもう発表されてて、それの曲も3月5日に代々木第一体育館っていうめちゃめちゃでかいところでライブが決まったんですよ。やっぱでかい会場って抑えれないんですよ。なかなか僕が社長やってて会社に10人しかいないようなそんなちっちゃい企業だから、でっかい会場って全部それこそエーベックスなんだとかガン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 って抑えちゃうんですよ。だからもう抑えれなくて僕たちが、うんうん、でもやっと代々木抑えれたと思って、そこで発表しようと思ってます曲。 24K ゴールデンとの曲、他にもいっぱいコラボ決まってるんですけど、これはまだお楽しみにっていうぐらいで、はい、ということなんですね。ちなみに最後、そのすごい聞きたいんですけど、9億の借金を急遽40億超えに変えようとして借金して回ったじゃないですか、はいはい、それ何目的で借りたんですか？海外進出用に使うのにぶっちゃけ20億なんです、僕の計算でいうと。だから残りは別に借りなくてもいいんです。これ24億円は投資したい事業があるんです。もう絶対にこれだけをやりたいっていう事業があって、それに5億から10億ぐらい使うんですよね多分、うんうん、どんくらいになるかわかんないですけど、でそれに使ったとしても、まあ、残り10何億か余るじゃないですか、使わないじゃないですか、まあ、でも使わなかったら使わなかったで返せばいいし、うんうん、これなんか思ってるのが、多分本当にもう今今年でいけるって僕すごい自信があって、もう絶対今年1年間で日本も海外もいけるってもう本当にすごい自信がありすぎて確信してるんですよ。だから僕今借金10億円とかでわーって騒がれてて、さっき言ったじゃないですか、このなんか借金イコール負け犬とか、うんうん、悪とかマイナスのイメージって良くないなと思ってて、これ若者に教えたいなと思って、うん、借金って別にやった方がむしろいいことだと僕思ってるから、うん、別にだって借りたお金何に使おうかなって別に自分が決めれるわけで、稼いだお金と何が違うのさってなるだけじゃないですか、うんうん、まあビビンなんて話ですよね。まあ10年かけて500万稼いで、その500万を何に使うかっていう話と、500万借りて今何に使って10年後返すのって何が違うんだろうと思いません、うん、どうせ500万を後で貯金するんだったら今500万借りて使っちゃって10年後に500万貯まってる計算じゃないですか、それってみんな10年かけて返せばいいだけじゃないですか、だから何も悪いことじゃないと思ってて、だからでっかく言っちゃえと思って、で来年とかは多分僕本当にもう何百億とか稼いじゃうと思うんですよ。何千億とか、僕も本当に今1000億とか稼ぐビジネスを10個ぐらい思いついてて、しかもこれ 80% ぐらいでいくなっていうのが10個ぐらいあるから、ミスっても1兆ぐらいいっちゃうじゃないですか。わかります。なんで今が人生の最後の借金時だなと思ったんですよ。要は稼げるようになっちゃったらもう借金したくてもできないんですよ。だから今年2023年が人生最後の借金の最大の金額になるだろうなって、俺の人生最大の借金だなって思った時にいくらにしようと思ったんですよ。で僕すごいワンピース好きで、借金僕が10億円ある時にルフィが懸賞金10億円だったんですよ。すごい親近感覚えてて、いやルフィも10億じゃんみたいになったら15億になっちゃって、あいつ15億だったみたいな、5億足りてねえわと思ったら、あいつ4校にあって30億円になったんですよ、懸賞金が。うーわぐいぐい離されとるわと思って、親近感湧いてたのに、こっち10億円でも向こう4校になって30億円になっちゃったんですよ。30億ぐらい借りたいと思ったんですよ僕。俺も30億になりたいと思ったんですけど、ルフィには揃えて、けどいや待てよと、30億で終わんなくねって思いません？ルフィが30億で終わると思います？物語的にだって海賊王になって4今4校じゃないですか、次海賊王とかになってもっといいすごいことになったらもっと上がるじゃないですか。いやこれ30億じゃ足りんぞって思い始めたんですよ。じゃいくらまで行くんだろうルフィって考えた時に、ゴールドロジャーっていう伝説の海賊王がいるんですよね。もうこれが今のラスボスじゃないですか、言えたら。こいつの懸賞金いくらだって調べたら55億だったんですよ。55億かと思って、じゃあこれは超えるだろうと、絶対超えるじゃないですか。だってルフィが目指してる海賊王だし、伝説の海賊王を超えて史上最強の海賊王になるはずじゃないですか、うん、でも懸賞金は55億絶対超えるなと、だから55億以上かと思った時にはっって思って、小田栄一郎って作者なんですけど、めちゃめちゃ数字が好きなんですよ。ゴムゴムの実とかって5656で、人人の実で1010とか、花花の実で8787とか、すごい数字が好きなんですよ、うんうんうん、語呂合わせとかすごい好きなんですよ。ちょっと待てよと、ルフィこれ最後ゴムゴムの懸賞金になるなと思ったんですよ。要は海賊王のが55億円で56億56千万目になるに違いないと思ったんですよ。これでゴムゴムの懸賞金になって絶対に史上最懸賞金になるなって、もう小田栄一郎がこれやんないわけない、
さすがだと思って、ルフィがゴムゴムなら俺はゴシゴシ借りてやろうと思って、はい、僕あの1曲目にレペゼン地球で1曲目出して、あのキャンディフォックスでも1曲目出したレペゼンフォックスのゴシゴシって曲あるんですよ、5454なんですよ、ゴシゴシ借りてやろうと、お前がゴムゴムなら俺はゴシゴシやと思って54億5400万ぐらい借りようと思ったんですよ。なるほど、はい、ってなって、そしたら今10億円借金あるんで、44億円借りたら54億円になるじゃないですか。なんで44億円借りますって言ったんですよ、まあ、みんななんでってなったんですよ。44めちゃめちゃ明確じゃんって思ったんですよ。プラス10億円とか50億円とかじゃなくて、なんで44億円借りるんやろって思ったと思うし、みんなこの思考から誰もならないんですよ。こいつゴシゴシ借りようとしてるなんて絶対なんないと思うから、これ今日初めて言います。あーなるほどって今多分ねファンとかもなってるんですよ。だから俺は借金王になるのだって。あーそう借金王になろうかなと思ってるんで、はい、配属王の前借金になってこんだけお金借りれるんだよっていうパワーじゃないですか。だって僕よく養子に入った最近できたお父さん、戸籍上のが北海道とかでなんかホテルとか経営してて、それがなんだかんだ返すんだろう担保だとかって言われるんですけど、そんなの全然関係なくて、そんなの前にから借金まみれなんですよ。そんなのお父さんが最近なんかその家庭の事情でそうなっただけで、地元の友達とかみんな知ってるんですけど、中学校から年齢ごまかしてる、毎日金稼いでうえーみたいなやってて、会社建てて株半分しよっかみたいな、自分で500万用意してみたいなことは、僕と一緒に生きてた人がみんな証拠あると思うんですよ。俺がこんな何にもないのに今お金、こんなただの人間が自分で会社建てて騙されながらわーやって YouTube とか TikTok とかこういう配信バー使いながら今54億円借りてたらおもろいじゃないですか。なんか54億円貯金で持ってるよりも借金の方がマジですげえ、どうやってって思いますもんね。仮想通貨で当たった動向とかで結果持ってる人とかいても、54億円借りれる人ってなかなか、それって信用がないとね、返してもらえると思われないと貸してもらえないから稼ぐより難しいですもんね。そうなんですよ。僕最近気づいたんですけど、今 YouTuber とかやっぱここ何年間かプレゼント企画っていうのがめちゃめちゃ流行ってて、みんなやってたんですよ。ヒカキンさんもやってるし、フィッシャーズも東海もみんなもやってるし、まあ前澤さんなんて青汁だっても何億ってぶわーやってるじゃないですか。僕が一番最初1億円プレゼント企画ってやったんですよ。その後はこの前も令和の虎で1500とかやってるんですけど、僕だけ人の金だったんですよ。みんな自分の稼いだお金をヒカキンとかね、みんな自分の稼いだお金、前澤さんも一生懸命自分の稼いだお金を金持ちが金ばらまいてたんですよ。俺だけ借金まみれなのに人からお金もらってそれ人にばらまいてたんですよ。すごくないですか。確かに。しかも借金まみれみたいな、誰よりも借金あるのに、この前のあの令和の虎にしろ何にしろずーっと人のお金ばらまいてたんですよ僕。お金持ってる人からお金持ってない人に配ってるわけじゃないですか、はいはいはい、俺めちゃめちゃいいやつだと思って、いいやつですね、みんな思ったじゃないですか。僕子供の時に金持ってるやつ金ばらまけよクソがって思うじゃないですか。マジで金よこせよってみんな思ってたじゃないですか。それやってあげてるんですよ。金ないのにやってる。そうです、金ないのに。はい、みんなより全然借金まみれなのに。最近気づいたんですよ、それ。は、俺だけ人の金ばらまいて、自分の金ばらまくより難しいですかね、人の金ばらまくって。普通にばらまきたいんで金くださいって言ってるの。そうです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 。最後、社長の、まあ、表と裏のなんかこう座右の銘みたいなことあるんですか。表と裏の、表の座右の銘と裏の座右の銘みたいですか。ないっすけど、なんだろうな、なんかもう無限にこのまんまなんで、このまんまなんですけど、なんかあるかな。なんか例えば、この言葉とか、このこういうことを信じて今後攻めていくみたいな。いやなんか、僕はもうやっぱやりたいことやって生きてるからいいんですよね。このまま生きていくし、多分今後も誰から何て言われても、やーいとか借金まみれって言われても、こんなに笑顔で楽しく生きてるから強がりでもなんでもなくいいんですけど、逆にみんなの座右の銘にしたらって思うことが、もう好きなことで生きたらみたいな、これを僕の座右の銘なんて、まあもうその日その日によってタイミングによって今こういうこと考えてやってる、こんなこと考えてやってるとか、これにハマってるとかってあると思うんですけど、本当に日本人っていうかみんなに言いたいのが、もう好きなことで生きたらって思うんですよ。好きなことで生きるをみんなはもっとそれに向き合うべきだと。だって普通に嫌な仕事してるのって誰得なんてなりますよ、みんなそれ仕方がないって言うんですけど、いや好きなことで仕事してる人っているんだから、それにもっと集中した方がよくないですか、ですよね、とか別にいい職場で働こうとか、楽しく働くとか、それを綺麗事って言ってる時点で、え、じゃあお前どうやって幸せなんのってなりません。え、仕方がないんだよ仕方がないんだよって言って不幸せになって首吊って死ぬ気みたいななりません。いやこれは仕方がないんだよ、いや好きなことで生きていて、そんなことってごく一部なんだよ、できないよ誰だってって言って不幸せに生きるのか、いやみんな嫌なことやって働いてるんだよって言いながらそれで人生終わらせる、めちゃめちゃやばいと思うんですけど、みたいな、まあ、そういう意味でこの本のタイトル一旦仮ですけどね、いろんな大人にめっちゃ言われた現実を見ろ鏡を見ろ、そんな俺はみんなに言った夢を見ろっていう風に
感じてるってことですよね、はい、これ僕もう日に日に僕もアップデートできてて、こういうことを喋ってる時ではもっとこう言語ができてなかったこととか今は言語ができてたりするんですよ、うん、この夢を見ろって言うと、夢あるかって言うと夢なんてないよってみんな対それるじゃないですか。子供に夢は何って言うと職業答えるじゃないですか、うん、お医者さんになりたいとか、うん、公務員になりたいとか言うと、それ職業だよと、夢じゃない、それは将来なりたい職業何って聞いてたらそう答えるのは正しいですけど、夢は何って職業じゃないんですよ。でもみんな職業答えるじゃないですか、分かることで。大人に聞いたら夢はないって答えるんですよ。これ夢って何だろうってこう突き詰めたらもう結局やりたいことなんですよ。こんなに分かりやすく、そんなバカなって思うんですけど、夢って何って聞かれたらやりたいことあるって聞いてるだけなんですよ。え、何がやりたいのみたいな、今いや彼女探してんだよ、あそれ夢じゃん、とかどんな彼女が欲しいのって、いや可愛くてボインでみたいな、お、可愛くてボインの彼女作りたいっていう夢があるじゃん、うん、なんですよ。なんかいやもう遊んで暮らしたい夢じゃんみたいな、だから何したいのなんですよ、今ボーリング行きてみたいな、毎日ボーリング行きてんだよっていう、それ夢じゃないですか、毎日夢のような生活じゃないですか、ボーリング好きな人が毎日ボーリングできるって。夢っていうと立派なもんじゃないといけないみたいな先入観がありますもんね、はい、パイロットになりたいなんとかっていうのは夢として成立するけど、でも本当は夢なんていろんなね欲だからあるはず で、だから例えば同じようにじゃあ女性のパンティーを5000枚集めたいっていうのを思ってる人がそれを夢として語れない世の中、はい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 、いや自分はその盗むんじゃなくて一人一人女性に許可を得てもらうんだ、はいはいはい、その上で5000万立派な夢なんだ、それを夢として語りづらい、だから結局夢を差別しちゃってる、はい、ああ間違いないです、差別するのは良くないんですよね。だからもうこれ僕夢っていう言葉使うのやめようと思って、うんうん、もう日本人構えちゃうし、うん、夢何って聞くとみんなグッなんか答えないと立派なこととか、うん、職業かなとかっていうか転職で今なんてこうなっちゃうから、もう夢って言葉使うのやめて、何やりたいのって今やりたいこと何みたいな、一番やりたいこととでっかくやりたいこと、5年後ぐらいにやりたいこととみたいな、明日やりたいこと何みたいな、それをやれって言ってんのみたいな、やってみようみたいな、やろうとトライしようぜって、これがだから好きなことで生きていく。でもそのメッセージが、はい、今日本で一番伝えれる存在だと思うんですよね。そうそう、そのさっき言ったみたいに3歳からバッと言ってますけど、というわけでもなく、はいはいはい、こう志したのは、まあ、その辺の若者と同じように俺もコーヒーになりてんだっていうところからの、はい、そっから行動に移したっていう結果が今じゃないですか。説得力は誰でも、俺でもできる、お前でもできるよっていう、はいはい、説得力がある人だと思う。だしやりたいことやってる時って失敗しても笑われても全然大丈夫なんですよ。だからみんなやりたくないことやって笑われてるから、もうめっちゃ嫌じゃないですか、失敗して。料理嫌なのに作りたくなくて渋々作っててまずいとか言われると、もうあーみたいになるじゃないですか。もうそう落ち込むんですよ、嫌っすけど、もう喜んでほしいみたいな、俺料理一番うまいんだみたいな、好きで好きでたまんない、食べてくれみたいな言われて、いやここが塩気がそうみたいな、塩多く入れすぎたってなるじゃないですか。これってなんかそんな失敗でもないし、ムカつかないし、経験なんですよ。どちらかというとこうやりたいことやってる上での失敗って経験なんですよ。でもやりたくないことやってる時の失敗って失敗なんですよ。だってもう次どうでもいいじゃないですか、上手くなりたいと思ってないから。でもその今のやりたいことやれっていうメッセージも、これはアメリカでもしっかり伝わると思うんですよ、はい、アメリカって何気に日本とすごい似てるところがあって、はいはいはい、実際僕アメリカしょっちゅう行くんですよ、はいはい、現地のその友達、まあ、そういう悪さしたりするギャングに入ってるような人たちとかも、日本の人たちと実際見てくれ違うんですけど、こう悩んでることとかぶつかってる壁って一緒で、アメリカ人って結構海外行くのビビるんですよ、はい、海外旅行を一人でもなかなか行けない気質、英語喋れるのに結局島国みたいなもんでアメリカの中で成立しちゃってるから、そのアメリカの外でビジネスするっていうのもすごい、アメリカで流行ったのが海外取り上げられるわ、あっても自分でじゃあアジアに行ってそこでビジネス立ち上げるとかをもう超ビビるんですよ、なんかすごい怖がるんですよ。意外ですね。そう、僕も意外だったんですけど、アメリカって日本よりももっとその借金であったりとか海外で何か挑戦するとかっていうのに超ビビってる人たちが多くて、だから実際自分の本を日本とアメリカで出した時に、はい、もちろんアメリカの方が部数的には少ないんですけど、でも読んでくれた人とかが子供に見せるっていうふうに言ってもらうことが多いんですよ、はいはいはい、で結構意外 で、はい、でそれいろいろ聞いていくと、やっぱアメリカはアメリカでやっぱアメリカ人のコンプレックスみたいのがあって、だから海外とかに自分で行くとかどうこうって日本人よりも結構抵抗あるみたいで、社長の本とかもね、あの日本語と合わせて英語版も作って、はい、日米同時発売みたいな、いい、ね、やりましょうしたら海外の展開でとりあえずこれ読んでって言えるじゃないですか。いいですね、いいですね、最強の名刺ですよね確かにこれ入って渡されたら最強の名刺ですよね。じゃあぜひぜひこれを、わかりました、させてください、はい、楽しみにしててください楽しみにしててね、みんなありがとう、見てくれて、おー
すごいよ、どんどん決まるね。 ありがとうございます。宣伝逆に読めなくてね、ごめんね、コメント。あ、ドラゴン猫ちゃんからノースビレッジ北里って来てるんですよ。お、その通りです。意外やね、足ふやけそう、確かに。ということで、あ、ちょうど充電もそろそろ切れそう。ということで、じゃあ以上、ありがとうございました。またね、バイバーイ。もしかしたら君は今時間がないかもしれん、お金がないかもしれん、技術がないかもしれん、知識がないかもしれん、もしかしたら今不幸かもしれん。でもそれはめちゃめちゃ貴重な尊い経験なんよ。でもね、君がもし将来もね、時間がなくてお金がなくて技術がなくて知識がなくて不幸だった場合、それはね、ただただ君の努力不足でしかない。たった一度きりの人生の価値を分かってない。いい、好きなことで生きていくってそういうことやて。好きなことで生きていくっていうこのフレーズ、結局どうやったら好きなことで生きていけるんですかって俺なりの答えがあるよ。夢を見るよ。けど現実と鏡も同じぐらい見るよ。そしてやりたいことのためにやりたくないことを一生懸命いっぱいやるよ。これが好きなことで生きていくためにはどうすればいいんですかっていう答えなんよ。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.